はい、こんにちは。パーカッション高見です。ゼロから始めるパーカッションジャンベ編。この動画のシリーズでは、このジャンベという楽器について、1からいや0から解説していく初心者の方に大変優しいレッスン動画となっております。前回までの動画で、このジャンベの基礎知識、基本的なフォーム、ストロークというところまで解説してますので、まだ見てないよという方は概要欄からご覧ください。そして今回からね、実際にこのジャンベを叩いていくわけなんですけれども、今回はこのジャンベのいろいろ出せる音の中で特に重要なスラップという音。 はい、このカーンっていうね高い音の叩き方について解説していきます、はい、前回のレッスンではこのジャンベを叩く基本の腕の振り方ストロークについてやりましたあとはもうストロークしていただいてこのまま好きにジャンベを叩いていただければいいんですけれどもこれ叩いているとねみんなが気になるのはこう叩く時手のどの部分が当たればいいのかっていうところだと思うんですね指が当たるのか 手のひらが当たるのかこの指の付け根が当たるのかっていうのがね気になると思いますあとはこのジャンベの打面のどの辺に手が当たればいいのかとですねご自身のジャンベいろいろ叩いてみると分かると思うんですけども結構いろんな音が出ますよねほんまあいろんな音が出せますとで最終的にはですねもうみんなが好きな音 あこの音いい音だわと。この音気持ちいいわという音だったり、音楽の中であればあ、この音楽だったらこういう音が合うよねと。この音最高だよねっていう音で叩いてもらえれば何の問題もございません。はい。なのでもうね、好きに叩いちゃってって感じなんですけれども、まあ、いきなりこう好きにやってくださいと言われても困ってしまうと思いますので、このレッスンではね、一応基本の3つの音、基本のサ音というのがありますので、これを習得したいと思います。 はいまずベース低い音です次にオープン中ぐらいの音です最後にスラップ高音高い音ですはいベースオープンスラップこの三つです

みたいな感じですはいでは今回は高い音スラップの叩き方を見ていきましょうスラップは前回やったストローク腕の振りをして腕をストンとこの座面に振り下ろしますでこの座面に当たる手の 部分なんですけれども親指以外親指以外の4本指の各指の指の先先端部分と指の付け根が主に当たりますはいこれがうまくね当たるとスコーンと抜けるようなねおいったぞっていうね気持ちいい感覚を得られますので是非習得してください。 でこれを出すためには画面の傾き具合っていうのも結構重要でございますのでまずはこの楽器の構え方から見ていきましょうか、はい、このボディの両側両脇から足で挟むようにして包むようにしてこのジャンベを安定させますで下の穴この穴は基本的に浮かせておいてほしいので地面からは完全に浮いた状態にするかジャンベが重い場合はねちょっとこう一部分ついて半浮かせの ような状態にしても、OK、です、はい、でこんな感じで支えるとでこの座面の傾き具合をこの支える位置によって調整してほしいんですけれども、まあ、およそですねこの肘から先前腕とこの座面がまっすぐになるような傾き具合がいいかなと思いますつまり、まあ、この座面に対してね極端にこう 手が上向いてちゃったり手の方がこう下がってしまうような形になってしまうとこうストロークした時のエネルギーがうまく太鼓に伝わらずに手が痛かったり怪我をする骨折するっていうこともありますのでこう使ったエネルギー自分が出したエネルギーが全てこの楽器に伝わるようにするためには、まあ、基本的にねこの。 前腕部分と面がまっっすぐになった状態、つまりこうストロークしてこうエネルギーを楽器に伝えるというポジションがベストです。あで楽にこのように断面に手を置きます。位置としてはですね大体いい親指を目安に親指を軽く開いた状態でこのジャンベの縁外側の K に軽く触れるぐらいの位置です。 つまり、親指はこの座面上には乗りません。親指は外側になるってことですね。この座面の縁。外側に親指が軽く触れる状態です。はい。このような形ですね。で、この親指は叩くときは、ここに当たっちゃうと痛いので、こう軽く浮かせた状態。このようなフォームで叩きます。はい。では、実際にスラップが当たる位置なんですけれども、実はね、 もうシールが貼ってあります、はい、この薬指の付け根あたりに貼ってあるこの位置です。このシールが貼ってある位置が手の中心重心だと考えます。そしてもう一つのシールこの断面上このあたり、まあ、つまりこの縁に当たる位置なんですけれどもこのシールの位置をこの手の重心 めがけて落としますはいここがここに当たるようにするとはいでこの位置と各指人差し中指薬指小指の大体第一関節の指紋か まあやや上ぐらいの位置ですね。まあ、つまり自然にこうトンと置いた時にこの地面に触れてる指の位置でヒットしますこういうことですねで今この手のシールが貼っている5箇所が同時に当たるようにストロークしてこの位置めがけて落としますこの5箇所が同時につきます同時です はい、このような形にななります。なのでまずはみんなはこの当たる位置ポイントを明確にするところから始めましょうはいこういうふうにシールを貼って明確にあここに当てるんだと分かることでねこの打率を大幅に上げることができますし練習時間を大幅に短くする早く上達することができますので騙されたと思ってね是非やってみてくださいおすすめはビニールテープですこういうビニールテープビニールテープであればこう貼ってもねあんまり 音、ね、色に影響しませんのでこのように貼ってみてください、はい、そしたらあとですねこの手の重心の位置シールの位置と座面のシールの位置が重なるようにちょうど重なる命中するように落とせばいいとこれ落とすだけで大丈夫ググググッと持ち上げて落とす持ち上げて 落落すす持ち上げて落とすはいここが命中しさえすればですねこれスラップなりますから是非やってみてくださいストロークは前回やりましたねこうを描くような扇を開くような動きであるとでこの時持ち上げるこっち方向上方向に振り上げるだけで大丈夫です一旦こう振り上げてもらって上まで 持ち上がったら、あとはもう自由落下。ふっ、ふっ、息をふっと吐いて、腕を振り下ろす。で、肘から先ね、前腕っていうんですけど、これ結構ね、重い。えー、2 5キロから3 k ロぐらいあります。人によってはもっとあるかもしれない。で、この重い物体がこう、ふっと落ちると、結構これ、エネルギーあります。なので、これね、もう持ち上げて、ふっと力抜いて、 落とすす。だけでで大丈夫です、はい、これだけで結構な音量エネルギーで鳴らすことができますただいきなりこんなに高くまで上げてふっと落とすの相当怖いと思いますこれ当たりどころ悪かったらすっげえ痛いですからねこう,うまく命中すればねスコーンといい音で鳴ってくれるこう送ったエネルギーが全て伝わって鳴ってくれるので反動をねほとんどもらわずに済む全然痛くない状態で 叩くことができるんですけどもこの当たりどころが悪いエネルギーが変な方向で跳ね返ってきちゃうと自分の手を痛める手首を痛めることになってしまいますなのでまずはねこんなに振り上げる必要ありません低いところから小さいところからで大丈夫ですつまりまず手の重心の位置を確認してこれを重ねるように置くこのポジションに毎回落とすんだという意識を持ちます でこうついた状態からで構いませんので反対の手でねこう持ち上げるで落とす持ち上げる落とす持ち上げる落とす持ち上げる落とすこのようにやってみてください初めは本当に5センチとかそれぐらいで大丈夫ですこれぐらいだったら痛くねえかなとこれぐらいでいいかなというような高さで自分が安心できる高さで構いませんのでそれぐらいまで腕を持ち上げてあとは自由落下で落とす 持ち上げて落とす持ち上げて落とすというふうにやってみてくださいで注意すべきはやっぱこのポイントですねここに必ず命中するように毎回ここに当てられるように意識してやってみてくださいはいでこのインパクトの瞬間は限りなく一瞬ですこう指をつけっぱなしにしないあるいは長くついた状態にすると こうダフっていったね音になってしまいますので限りなく一瞬で跳ね返るよく言うのはこの断面がめちゃくちゃ熱いもう100度の鉄板だと思ってアチッアチアチッと限りなく設置する時間を最小まで極限まで短くします。 でこの指の開き具合なんですけれども指を完全にギュッと閉じた状態にしているとこうちょっと詰まった感じの低い鈍い音になりがちです。でこう開きすぎるとあまりこうスコーンとね抜けのいいスラップ音がしませんのでギュッと閉じも開きもせず。 ま楽にした状態、まあ、一番自然体な状態がベストですブラ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 と手をほぐしてもらってスッとダメに置いた、まあ、これぐらいのナチュラルな状態にしておいてくださいでこれでこのまま持ち上げてちゃんとこの重心がポイントに落ちればなってくれますでよくある質問がありますので先に答えておきますとこの手の 重心と各指の先端部分が同時にこれ限りなく同時に設置して離れるようにしてほしいんですけれども先にこっちを当ててね先にこう当ててこう指を後から押し出すようにつまりこう弾くようにしてはどうですかとこうするとね結構指に勢い弾みがつきますから。 大きい音で鳴らせますこれも決して間違いではありませんプロでもこのようにして叩いている方はいらっしゃいますただしかしですねビギナー初心者の方がこれを真似しようとするとこれ当たりどころが悪いとですね、まあ、つまりこういう風うに角度がつきすぎてしまう手がこのような形で当たってしまうこういう風うに当たってしまう方っていうのが結構います でこれをやってしまうと確実にこれ手首を痛めます故障する腱鞘炎になったり腱を痛めたりする怪我をするリスクが非常に高いのでこれだけは本当に注意してくださいつまりここをね無理にこの縁に「えい!」って当てようとしてこういう形になるこの角度がつきすぎるとここに一気にストレスがかかりますこれは絶対にやめた方がいいですなので最初から もうこの位置と各指の先端が当たるようにつまりこの座面と腕がね限りなくまっすぐになるような状態を目指して当てるようにした方がいいっていうことですねで結果として軽く落ちるぐらいこれぐらいでしたら問題ありませんこうならないようにだけ注意してみてください,はい片手ずつじっくり時間をかけて 落っことす意識でねやててみてくださいこう変にね鳴らしたろう鳴らしたろうと思って「えいえいえい」えいって力でやってしまうといい結果が得られません一番楽にねほんと何も考えずにボーッとこう筆を上げてフッと落とした時に一番ね抜けのいい音が鳴ったりしますんでじっくりねやってみてくださいで片手ずつ鳴るようになりましたら 交互に叩いたりだんだんこう振り幅を大きくしたりいろいろ練習してみてください。はいというわけで今回のレッスンは以上になります。お疲れ様でした。結構ね情報量が多かったと思いますので繰り返しこの動画を見て理解するようにしてください。で練習していてどっか手が痛いとか手首が痛いとか腱が関節が痛いという場合ね何かしら間違っている可能性があります。当たりどころが悪い変に力が入りすぎていると。 いう場合ですねその場合は一回練習やめてください。痛いイコール何か間違ってると思っていただいて間違いないです。そしたらまたこの動画に戻ってきて内容を確認して当たりどころ合ってるかなと。あ、そうだそうだこれ。腕をねもう落とすだけでいいんだと。落下させるだけで十分なるんだと。変にこう振る必要もないということにね気づくと思います。痛いイコール何か間違ってるということなので、えー、痛みなくね 楽ににこううススコーンとスラップが鳴らせるようにじっくくりり取り組んでみてくださいはい、こんな感じでこのチャンネルではパーカッションとパーカッションを愛する人の未来のために毎日情報を発信しています。他にも動画がたくさんありますので概要欄からぜひチェックしてください。毎週日曜日には YouTube ライブを使ってパーカッションのワークショップもやってますのでチャンネル登録してぜひ参加してください。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。